来たか。アルモニはサンキュー。待ちたまえ。見てわからないか。急いでるんだ。報告なら後でします。待てと言っている。何のつもりだ。頼まれたのでね、君たちを入れてくれるなと。誰に。ああそうか、だったら力ずくでも通ってやるさ。手加減なんかできませんよ。悪いですけど、お願いだから言うことを聞いて。できるか。アルモニが危ないんだぞ。そのアルモニちゃんの気持ちも少しは考えてあげて。アルモニの気持ち。そんなこと関係あるか。あいつは俺の弟子なんだ。俺が必ず助ける。それくらいできなくて何が師匠だ、何が錬金術だよ。どうしてもか。どうしてもだ。なら仕方ない。俺たちは確かに子供さ。でもいつかは大人になるけど、アルモニはそうじゃない。今が全てなんだよ。いつかこういう日が来ると思っていたよ。そこをどけ。何度見てもこのシーンはちょっとうるっときますね。ということで、おまけパート、この2人を倒したいと思います。まずはアクセサリーで、まあエドはこれ、最悪モロハのバングルつけてっていうのもありなんですけど、防御力が半分になるっていうのはちょっと辛いので、とりあえずボーナスポイントを攻撃力に振ります。800あるのでちょっと時間があるので、ちょっとその間にあの二人のステータスをちょっと紹介したいと思います。まずロイ・マスタングが HP が6999、打撃攻撃が130、銃弾攻撃が200、錬金攻撃が700、防御が175、錬金棒が340です。で、取得経験値が9999で、無効がほぼ全て無効となってます。弱点は特にありません。で、次にアレックス・ルイ・アームストロング。HP が9999。打撃攻撃が280。銃弾攻撃が150。錬金攻撃が160。防御が195。錬金棒が380。で、経験値が9999と。向こうが爆弾系と風属性。で、弱点は特にありませんと。全部振り終わりましたか、これで。マックスが999じゃなくて923なんですね。へぇー。ちょっと連戦力でも上げときましょうか、残り。連戦力は、マックスまで行く？残りを防御に振って、これが今僕のできる最強のエドワード・エルリックです。いやー爽快ですね、ここできると。900って。で、戦い方ですが、はまず槍を連携して、槍一本で2人倒していきたいと思います。まずは少佐からですね。少佐の方が多分倒しやすいので、少佐から狙っていきたいと思います。一発200。一発200でも9999ありますからね。約1万と考えて500回攻撃をしなければならない。それはやってられないので、神秘のカプセル使います。あるはまあいいか。これで、ヒルトステータスを底上げしておいて、出ます。これで260。変わらないね。
タックルさせてジャンプ中に狙うというのが確か一番良かったから気がします。マジスーパーアーマーで、うわぁ、怖ぁ。武器とかも多分使えないでしょうし、ね、あ、うん、この二人すげえ多段ヒットさせるのでいられてしまいました。では2回目やっていきたいと思います。ボーナスポイントを錬金力に振らずに防御力に振ることにしました。それでアイテムを、神秘のカプセル、全能力上がるようにあるにも使っておきましょう。で、アイテムは装備は槍で、1しか食らわないっていうのはありがたいんですけど、やっぱり辛いですよね。威力がでかいので一発一発の、こうやってロイはこうやって倒さないと攻撃しないと当たらないです。そう、ワンコンボすらまともに当てられないぐらい、なんて強さよこいつら本当に。このポージングしてるときは攻撃するとカウンターを取られるので一旦無視します。あ、この技が一番大変な技ですね。ほらもうおかしい、999やったのにもう250しかないって。あの火の玉が多段ヒットする原因になります。あの弾一発が100食らうので、で、確か20個ぐらい出すので、出すりゃ本当に即死があり得るので、回復アイテムばっかり本当に消費されていきます。あると連携を取れれば取りながら、攻めていきたいと思ってます。少々はなんとか倒せそうな感じはするんですが、やっぱり問題大事ですね。あ、もう一発がおかしい、本当に。痺れた、動けそう。おお、倒しました。いけた。
残りたありさなので、いけそうですね。じゃあちょっとコツがありまして、壁をつく、あーやばい、やばいやばいやばい。壁を作って、わざと誘爆させるっていうのが、確か一番正攻法な、この処理の仕方やったと思います。もしくは、アルを犠牲。で、タックルをさせて攻撃を当てるという、もう一手間も二手間もかけさせられるような。ああまた火の玉が、火の玉は壁を連成してしっかり誘爆させていきます。よし、また着地狩りと、もうこのアルトの連携ですよね。よし、いい感じいい感じ。よし、あ、でも、あ、そうか、よしよし、やばい。ちょっとここで一旦回復入れて、マジであの流星群は本当に恐ろしい技なので、あれは本当に特殊コンボを食らう可能性があるので。ランクで10分。
これで10分ですからね。ちなみに、S ランクは、50ヒット以上、50コンボ以上で、タイムが900秒、900秒なので、15分。コンボを50ヒット稼いで、15分以内に倒すと S ランクが取れます。いやー、でも、10分かかる敵ですからね。それまでの敵って大体5分、長くても5分とかだったのが、いきなり15分の余裕をもらうというのは、やはり最強ではないかと思います。ハガレン史上一番強い敵ですよ、多分。いやそうだろ、冗談だよな。まだ何も何一つ錬成できてねえじゃねえか。これで終わり？終わりなのかよ、アルモニー！姉さん、何もできないなんて、なんて悲劇なんだ。あの二人を倒してもさん、あれ、エンディングは変わりません。バッドエンドはバッドエンドです。なんだろう、あれ。いやー、でもあのボーナスポイント触れてよかったなーって思います。エンディングは、変わらないのでスキップしたいと思います。はい、ポーン。ここからの話は、シナリオと一緒です。勝っても負けても同じセリフが続きます。うん、よかった。本当にボーナスポイント触れてよかった。でもなんか攻撃が900ちょっと止まりだったのがなんか不思議なんですよね。999までいかんかったのがバグかなんかですかね、あれ。それともゲームの仕様的なやつですかね。錬金力は999までいったんですが、攻撃力は926かなんかそこら辺で止まってましたね。まあ、おまけパートこれで終わりですかね。ちなみにあの二人を倒すと太陽のメダルがもらえます。太陽のメダルは、全ステータスが20%アップという素晴らしいアイテムです。ではでは、長かった鋼の錬金術師、飛べない天使。これで終わりにしたいと思います。バーッとセリフ飛ばしていきます。いや、でも本当に、倒す時のコツとしては、ダメージ食らったらすぐ回復。でないと、多段ヒットして本当に一発で得られる時があるので、一回目みたいに。油断してたら本当にすぐゼロになって得られてしまうので。卑怯ですよね。こっちの体力999しかないのに、向こうの体力9999あるとか。ねえ、どこぞのゲームかっつんだっていう話ですよね。よし。手紙の話も出てきましたし。エドへ。いつか必ず来るお別れの時のために、この手紙を残しておきます。この手紙はスキップすることができません。特別に改まったことじゃないんだけどね。でもきっとその時になったら面と向かっては言えないから、ほら、また喧嘩になっちゃうかもしれないし、
だからね。ではこの手紙を最後にお別れということで、鋼の錬金術師、飛べない天使の思い出を思い出しながら、手紙を聞きながら思い出しながら終わりにしたいと思います。錬金術同様、ではでは本当にありがとうございました。おまけパートまで見ていただき本当にありがとうございました。でもね、私はそんなことないと思うんだ、だっていくら代償を払ってもペンギンをよろしくお願いします。逆に何も払わなくても得られるものもあるでしょ。また全然分かってねえって怒られちゃうかな。だけどね、エド、私今まで何もあげてないんだよ。誰にも何もしてあげられてないんだよ。エドやアル君だけじゃない、神父様やパパにだって。それなのにね、私はもうそれに見合う対価を思いつかないほど大きくてたくさんのものをもらっちゃってるんだもん。だから私にはこう思えるんだ。それはこの世の断りかもしれないけど、人の断りではないんじゃないかって。人ってそんな断りに縛られないもっと大きな存在なんじゃないかって。あれ、なんでかな、こんなこと書くつもりじゃなかったのに、おかしいな。とにかくね、私本当に感謝してるの。だからありがとう。心からの言葉だよ。だって今こうしてエドとアル君の顔を思い浮かべて自然に出てくる言葉はそれしかないから、やっぱり面と向かっては言えそうもないけどね。けどこれだけは伝えないで済ますわけにはいかない。たとえ何もしてあげられなくても、何もあげられなくてもね。だから手紙にして正解だったと思う。これでちゃんと伝わるといいな。もしかしたら、やめよう。なんだか外が騒がしいみたいだし、ここまでにしとくね。さようなら。元気で。本当に本当にありがとう。小さくて大きな私の師匠へ。